どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る。その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、ワンちゃんを飼ったら丸々を気にしようということで、今日は安全ですね、安全環境ということでお話をしていきたいと思います。ワンちゃんと暮らす上で安全、非常に大事だと思います。ワンちゃんの中にはやっぱり誤飲しやすい子、なんか飲んじゃったりしやすい子とか、いたずらをね、たくさんしちゃう子もいたりすると思うんですけども、まずですね、どういったことで対策を取っていったらいいのかなっていうことをお話ししていきたいと思います。まずですね、ワンちゃんのいたずらですね。例えば3、4ヶ月から5、6ヶ月の子たちだと、歯がこれから抜け替わっていく時期に変わっていくと、歯が痒いからいろんなものを噛む時期があったりとか、あとは子供だから好奇心が強いからいろんなものをかじる時期もありますし、また元気いっぱいな子で噛むの好きな子だと、噛むこと自体がストレスの発散につながる子もいます。なので噛むことっていう自体はやめさせなきゃいけないっていうよりは、もちろんね、人の手とかは噛まないようにしていかなきゃいけないんだけども、で噛むのやめさせるんじゃなくって、まずは噛みたいというワンちゃんの欲求ですね、そのニーズの部分を満たしてあげるっていう必要性があるんじゃないかなって思ってます。なので一番大事なことっていうのは、どうやったら噛むのをやめられるかなっていうよりは、やっぱりそれをする必要性がないように持ってってあげるのが一番いいんじゃないかなと思いますので、そんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。まずは気をつけるべきこと、一つ目ですね。一つ目が、環境を整えていくっていうことが非常に大事で、いろいろ置いてある環境だと、ワンちゃんって別に何かしようと思わなくても好奇心が非常に高いので、たくさん物が置いてあるところに入れば、もちろんいたずらっていうのは増えていきます。なので極力いたずらされたら困るものっていうのは、もちろんワンちゃんを飼育する環境の中ではシンプルな方がもちろんいいので、余計なものは排除していただくっていうのが基本的にはいいんじゃないかなって思ってます。でもちろんね、ワンちゃんが成長して大人になってきて、いろいろいたずらしなくなってきたからね、人のいろんなものが置いてあるところにも一緒に入れるよ。でも最初は目離さないようにしていきながらね、徐々にね、目を離す時間を作っていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってます。その中でまずは基本的にはワンちゃんって好奇心が強いので、いたずらするのが普通ということは基本的には目が離せないんだけども、じゃあどうやったらいたずらしないで成長できるかなってなってくると、一つ大切なことっていうのは運動ですね。疲れればいたずらすることよりもワンちゃんたちって休む時が多くなってきます。なので私たちって疲れてる時に、休ませる時にサークルとかね、クレートケージの中に入れちゃったりすることが多いんですけども、そうじゃなくて一番大事なことっていうのは、ワンちゃんが疲れてる時ほどフリーにすべきですよね。やっぱりお部屋の中でいたずらしないでお利口に寝てるわ、なんていい子だろうっていうことを経験させていくのが一番いいんじゃないかなと思いますので、いたずらできる環境下でいたずらしないっていうのは、やっぱり運動とか気分転換、この辺がねきちんと満たせていれば、いたずらっていうのは自然と減っていきます。なのでできる範囲でやってってあげながら、ワンちゃんたちも部屋の中でどう過ごしたらいいかを私たちもちょっとずつ教えていかないと、最終的にはねフリーにやっぱり近づいていかないんじゃないかなと思いますので、ぜひね疲れてる時にはお家の中で自由を与えてあげるっていうのがね一番いいんじゃないかなって思ってます。2つ目ですね。2つ目は必ずやることを与えましょうね。ワンちゃんが好きなことさせてあげるといいと思います。かじるのが好きな棒がね好きだったらかじらせてあげてもいいし、それだけでずっとってわけにはいかないから遊んであげたりとか、その他にもね、人が付き合ってあげられないんだったら工具を与えてあげたりとか、人と一緒にいられるんだったらチークトイとかもね、遊びで教えてあげるのもいいんじゃないかなって思ってます。なので家の中でワンちゃんフリーで何もしないでねっていうのは、なかなかね、特に子犬の時期ってのは難しいと思います。大人になってきて落ち着きが出てくれば、徐々にね何もしなくてもね、おとなしくっていうのもできたりするんですけども、本当にね若い時期には何かやらせといてあげて、いたずらを減らしていく、する必要性がないからしないっていう環境を作っていってあげるのが一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひねそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。3つ目ですね。3つ目はある程度広めにワンちゃんのいるところを囲っていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。私的にはね、サークルってよりは部屋の一部を区切った方がいいんじゃないかなと思っていて、なんでかっていうと、皆さん最終的にはフリーを目指してきますよね。なので一番いいのは、どの広さだったら一番ワンちゃんが抵抗ないのかなっていうのを見てもらうのに、部屋の一部を区切ってもらうのが一番いいんじゃないかなと思っていて、抵抗も少ないと思うんですよ。例えばね、ワンちゃんも狭くなればなるほどね、ストレスってかかってきます。もちろんクレートっていうのに入るのがやっぱ一番嫌がりやすいんですよ。なんでかっていうとね、狭いからね、ちゃん
んと練習しないとやっぱりね入るのがどん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 嫌だなってなってきやすい。そこからするとサークルの方がまだ抵抗は少ないです。なんでかっていうとサークルの方が広いからですね。だからもう閉じ込められたっていう認識はクレートよりは低いってことなんですよね。ということは逆に言うとそれよりももうちょっと広げてってあげるとワンちゃんもお留守番の時にちょっと自分で家の中歩いたりとかすることができるスペースが取れるとそれだけでもねストレスの発散とかにはなるんじゃないかなと思いますので、いきなりね家の中全部フリーにしちゃうっていうのは不安かなと思いますので、危険なものをさっきね撤去してって言ったんだけども全部家の中から撤去するわけにいかないので、ワンちゃんがいるゾーンから撤去していくってなっていくと一番いいのはワンちゃんがいるところと人のところを最初区切ってもらって、そこの中で限られたところで自由を与えてってあげて成長に応じて最後フリーを目指していくっていう形が一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひねそんな風にしてやってみてください。はい、ということでね、環境整えるの非常に大事です。ちょっとねワンちゃんのいるところ広くしてあげたりするとトイレの失敗が特にねお留守番が長い子ってトイレの失敗が多いんですよ。なんでかっていうと興奮しやすいのももちろんあるんだけども、一番はやっぱりサークルの中にトイレって置くじゃないですか。でその肝心なサークルのイメージが悪くなると中に入るの嫌がる子たちが多いんですよ。なので実はちょっといる場所を部屋を区切ってあげて広めにしてあげてその中にトイレを置いてあげると案外ね嫌がらないでしてくれる子たちがね多いんじゃないかなって私は見てて思いますので、お家にワンちゃん迎えた時には環境を整えるところがね非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねトレーニングの仕方しつけの仕方だけにこだわらずね環境もねしっかり見ていただくとねかなり一緒に過ごしやすくなると思いますので、ぜひ皆さんもねちょっとずつ環境を整えてやってみてはいかがでしょうか。